皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。今回はジムで初めてトレーニングをするときにやっていただきたい種目の第3回ということで、いよいよですね、僕の大好きなフリーウェイトのトレーニングに行きます。フリーウェイトっていうのはね、バーベルとかダンベルを使ったトレーニングを指すんですけども、ジムに通ったことのある方の中にはですね、フリーウェイトちょっと怖いなって感じてる方いらっしゃるんじゃないかなと思います。特に女性なんかはね、いかつい男性がですねガシガシバーベルでなんかトレーニングやってて怖いなとか、女性が全然いなくて入りづらいななんて感じている方結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、ジムはね、会員様皆様のものなので、物おじせずですね、フリーウェイト使ってトレーニングしていただければなと思います。フリーウェイトのトレーニングっていうのはマシンとか自重のトレーニングに比べて難しいですし、しんどいんですけども、その分体を変えてくれる効果も大きくなってくるので、ぜひですね、ジムに通ってトレーニングをしている方はですね、フリーウェイトのトレーニングをやり込んでいただければなと思います。3回目のね、フリーウェイトの男性と女性に分けて紹介をしていきます。ではまず男性の方からですね、1種目目にスクワットまたはデッドリフト、まあこれ交互にやっていただければいいかなと思います。スクワットやった次のトレーニングはデッドリフトっていう感じですね。で、2種目目はスクワットをやった日はレッグカール、デッドリフトをやった日はレッグエクステンションいきましょう。次ですね、ベンチプレス、男性大好きなベンチプレスですね。4種目目にベントオーバーロー、5種目目ダンベルでのショルダープレス、6種目目ラットプルダウン、余裕があればバーベルかダンベルを使ってアームカールをやっていただくと、もっと余裕があれば腹筋のマシンやっていただいてもいいかなと思います。こんな感じですね。本当に基本的な種目ばっかりなんですけども、基本的なトレーニングだけでも絶大な効果が期待できるのがフリーウェイトを使ったトレーニングの特徴なので、いろんな種目やる必要がなくてですね、基本的な種目をしっかりできるようにしていただくというのが非常に大事なので、シンプルな種目構成になっています。次、女性のトレーニングですね。1種目目にスクワットまたはデッドリフト、これもね、交互にやっていただければいいんじゃないかな。2種目目にブルガリアンスクワットやっていきます。このブルガリアンスクワットはですね、お尻を鍛えるのにすごい効果的な種目なので、ヒップアップしたい女性なんかもね、特にやり込んでいただきたい種目です。3種目目にレッグカール、4種目目にチェストサポーテッドローといって、45度ぐらいのベンチにうつ伏せに寝ていただいて、でダンベル両手に持って引いていく、まあシーテッドローと似たような動作に、テストサポーテッドローをやっていただいたら、ダンベルのショルダープレスで、その次にラットプルダウン、最後にダンベルを使ったベンチプレスですね。バーベル持っちゃうと重くてできない方いらっしゃるので、ダンベルでやっていきます。で、まあ余裕があれば腹筋のマシンやっていただければなっていう形です。今紹介したトレーニングっていうのは本当に基本的なトレーニングなんで、ジムのスタッフさんにやり方を教えてくださいって言えばちゃんと教えてもらえる種目ばっかりです。最初ね、やり方がわからないとか、ちょっと一人だけでいきなりやるのは怖いっていう方いらっしゃったら、ジムのスタッフさんにですね、ちょっと初めてでよくわかんなくて怖いんで、やり方を教えていただけますかっていう風に聞いていただければね、まともなスタッフさんなら絶対教えてくれるはずなので、最初はスタッフさんに聞きながらちょっとやり方を覚えてやっていっていただければなと思います。回数とセット数なんですけども、男性は10回から15回を3セット、女性は15回から20回を3セットやっていただくようにしていただければなと思います。こちらも男性だったら15回3セットできたら次のトレーニングは重りを1段上げると、女性の場合は20回3セットできたら次のトレーニングから重りを1段上げると、ちょっとずつ重りを増やして負荷を増やしてやっていくようにしてください。ここまで3回に分けてトレーニングを初めてやるときにどんな種目をやったらいいかというお話をさせていただきました。どこからスタートするかっていうのはやはり個人個人のね、環境とか目標とかね、やらなきゃいけないこととの兼ね合いなどね、いろいろあるかと思うんですけども、最初はやれることからで構わないので、初めのね、一歩を踏み出していただいて、ちょっとでもね、トレーニング楽しいなとか、体変わってきてなんかちょっとやりがい出てきたなと思うようにね、なっていただけたら、ちょっとずつステップアップして、ぜひですね、ボディービルをやっている私としてはフリーウェイトのトレーニングをね、男性も女性もやっていただければ本当に嬉しいなと思いますので、勇気を出してトレーニング
始めてみてはいかがでしょうか。ということで、この動画が良かった、参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。